皆さんこんにちは。ギター修行中のグラです。今日は、ギターではなくてこちらの、浜田省吾さんのファンクラブ40周年記念写真集のことをお話ししたいと思います。これなんですけども、ファンクラブ限定でカスタムできる写真集でした。で、去年の8月締め切りでグラはギリギリに申し込んで購入しました。今はファンクラブでない入ってない方でも浜田省吾さんのホームページから購入できます。で、グラがどのようにカスタムしたか今日は紹介したいと思います。こちら表紙です。で、これも3種類だったかなの中から1つ選んだんですけども、グラはですね、このようにこういうシャツを着ている省吾さんがとても好きなのでこの写真にしました。もう素敵です。はい。そしてこの中でですね、22ページ分、自分の好きな写真を100枚の中から確か選べたんだと思うんですけど、ちょっと目次を開いたいと思うんですけども、ここですね。はい。この中の目次の中のこことここ Your Selection になってるんですね。で、ここがその最初の前半の Your Selection 紹介したいと思います。よいしょ。はい、こちら、よくライブでお話になってるラジカセを持って大きな旅行バッグを背負ってっていう、あの写真のモノクロでとっても素敵な写真ですよね。これを1ページ目に置きました。そしてやっぱりグラはギターが好きなので、ギターを弾いている省吾さんを、たくさん選んでしまいました。こちら素敵ですね。はい。そして次のページもやっぱりギターをライブの写真です。皆さんはどんな写真をファンクラブの皆さん選んでるでしょうか。グラはこんな感じでライブの写真が多いですかね。で、ちょっと気分を変えてアウトドアの写真、やっぱりギター持って弾いてらっしゃる感じです。そしてここもやっぱりバンドの皆さんライブの写真ですね。はい。そして前半の最後はこちらのちょっと旅行中みたいな感じの写真ですけど、にしました。はい。そしてですね、ちょっと後半のカスタムのページの前にちょっとお気に入りの写真をちらっと紹介してしまうと、この写真ですね。これ、この着ぐるみのうさぎさんと一緒にカルタをしている写真とか、この省吾さんの笑顔がとても素敵だなと思って気に入っています。あとですね、これ可愛いですよね。ロケ中に、写真を撮影していたら、野良猫の子猫ちゃんが来た時の写真です。グラは猫が好きなのでこの写真素敵だなと思いました。そしてこの写真はファンクラブの皆さんなら見たこと、もちろんきっとあると思うんですけど、ファンクラブのホームページでムービーが公開された時に、この古いなんかちょっとレトロなバスの中でスタッフの皆さんと一緒に雨の日のささやきを弾き語りをして、歌った動画があったと思うんですが、動画がグラはとても好きでした。なのでこの写真も気に入っています。さあ、そして後半の Your Selection のページですけども、Your Selection ですね。よいしょ。はい。モノクロのやっぱりライブのステージの写真ですね。それから、これ。ね、このライブ。とっても2011年のライブね、東日本大震災があった時のライブで、グラはとてもなんていうか深い思いがありますが、この時のライブ好きでした。これセンターステージかな。アイアムファーザーね、グラの大好きなアイアムファーザー歌ってくださいました。そして、はい、ギターをやっぱ弾いてらっしゃる。そしてこれはまたちょっとアウトドアの写真を入れたんですけども、これはお寺で撮った写真で、なんか撮影してたら、
浜省っていう風に若い人に見つかったというか、そんなエピソードが、コメントに書いてありました。そしてこれやっぱり素敵ですね。こういうシャツを着た翔子さんが好きです。はい、かっこいいですね。あ、これもやっぱり2011年のライブですよね。あ、こっちがセンターステージかな。はい、でも思い出深いですね。はい、そして最後のページがニューヨークの写真だそうです。裏はこれ初めて、このセレクトするとき初めて見たんですけど、皆さんはいかがでしたでしょうか。そして、最後にですね、ファンクラブの皆さんご存知だと思うんですけど、あとは自分の手元にある写真を貼れるっていうページがあって、裏はこちらの写真にしました。これは、ファンファンファンの2018の時の、ロビーで撮った写真なんですけど、グラはいつも翔吾さんのコンサートは一人で行きますので、ロビーでここで写真撮りたいと思った時にですね、誰かに撮ってもらえないかなと思って見渡してたら、すごいなんか高そうなカメラを持ってゆっくり歩いている男性の方がいて、あ、この人写真撮るの上手そうと思ってすぐ呼びかけて撮っていただきましたら、やっぱりこんなちょっと斜めに撮って、こんな素敵に撮ってくださいました。この写真はグラの宝物です。これ国際フォーラムなんですけども、この写真を、入れていただきました、こんな感じのファンクラブ40周年記念写真集を、紹介させていただきました。ファンクラブ